ドをご紹介いたしました。さてもう一人注目の選手をご紹介いたします。ハンガリーのオノディ選手です。今大会の美人ナンバーワンだという声が高いんですけれども、あんまり大きい声で言いますと他の選手に怒られそうですけれども、オノディ選手は16歳です。この選手は赤羽さんワールドカップでも人気になったそうですね。そうですね、彼女も小さいですけども非常に雰囲気を持っている選手だと思います。そうですね、現在のところもう大きく離されておりまして、あとこの平均台というかで10点10点出してやっとボギンスケアに追いつくということになりますので、まあ、ほぼ絶望という感じになってまいりました。ボギンスカヤの優勝がほぼ決まっております。さあ、ヘンリアッタ・オノディ選手です。16歳、今年ワールドカップがベルギーのブリュッセルで行われましたが、個人総合では第3位です。この平均台では銅メダルを取っております。跳馬は優勝です。ハンガリーでは一番強いみたいですね。そうですね、ここ数年ずっとトップの選手ではないでしょうか。はい、練習なんかご覧になってこの選手の印象どんなふうにお持ちになりました。そうですね、本当に体は小柄なんですけども、はい、非常に難しい技を次々とこなして、しかも、割とエレガントな感じを受けますね。昔からハンガリーの選手というのは非常に、女の子らしい選手が多かったと思うんですけども、そしてこの平均台が伝統的に強かった印象を私は持ってるんですが、あ、そうですか。今の技なんかも非常に変わってて面白いと思いますね、はい、ヘンリアッタ・オノディです。オノディファンとボギンスカヤファンに分かれるんじゃないかと思いますが、宙返りも入ります。日本の女子選手とのどうしても比較になっちゃうんで、これ、はい、中技はそれほどもう差がないと思うんですけども、はい、やはり平均台というのはこの限られた空間の中で非常に流れを持って演技をしなければいけないということが非常に要求されてますね。そうですね。そういう意味でこの流れという点ではやはり外国の選手にまだ日本の選手はかなわないと思います、なるほどね。塚原コーチはそれはもう練習量の差であろうとはっきり言っておりました。オノディです。さあフィニッシュに入ります。これは3回ひねってますね、はい、ちょっと最後に不足でしたけども、演技終わってにっこり